シネマギークアネックスでございまして、はい、これ撮るも久々といえば久々でございまして、ね、気づけば4月も終わって5月、はい、ゴールデンウィーク真っ只中の収録中でございますけど、なんか新年度になってね、いろいろ変わったこともあれば、うん、新しく始めたこともあるということで、はい、なんかジミーさんが新しいあの公式ブログといいますか、公認ブログを始められたと、はい、そうなんですよ、はい、まあね、あの私ここを撮っている場所も演劇の稽古場なんですけれども、うん、はい、劇団まんまるさんの稽古場および演劇場でございまして、そうなんです、はい、でまあね、人生の半分を演劇に費やしているのですから、うん、いろいろ演劇についてね、語りたいこととか広めたいなという思いがすごいあるんですけれども、はい、そのうちの一環としまして、うん、アワップという徳島のローカルフリーマガジン、はい、こちらの方で公式ブロガーとして演劇についてブログを書いていくことになっております。多分今画面にね、はい、アワップさんのスクリーンショットがバンと出てて、はい、URL が多分下に出てると思うんですけども、はい、これ更新頻度としてはもうお任せ状態ですか？一応ね、2週間に1回ぐらいとなっておりまして、ね、今のところ私の記事は3本載っております。あの5月1日段階では3本載っております。演劇の魅力、はい、それぞれね、演劇にハマるきっかけってあると思うんですけど、まあ、いろいろですよね、うん、私はね、演劇をまだ普通の人よりは見る方なんですけども、うんうんうん、宝塚なんですよ。あ、宝塚からだったんですか？そう、おー、ワウワウで宝塚をしてて、はい、その時にね、多分ズカファンの人は知ってると思うんですよね、その当時シオンユーという方がいらっしゃって、はいはい、その方の追っかけドキュメンタリーかなんかがあったんですよ。むちゃくちゃショートカットの美人で、うん、そこから宝塚ちょっと見て、はい、で、ズカファンって怖い人多いんで、ズカファンちょっと怖い人が多いんで、ちょっと足が遠のいた時に大阪で2ヶ月ほど暮らすことがあって、はい、だから大阪の梅田のね、あの TBS、MBS とか行く途中にね、あの地下劇場とか何個かあったんです。で、結構お安く見えたんですよ、はい、1000円ぐらいで見えたりしたのを見て、生でやってる演劇の面白さに触れて、あ、演劇も見たら面白いじゃないかと。宝塚みたいに完成し尽くされたものじゃない、うん、手作り感満載の演劇って面白いじゃないかっていうのが、はい、約30年前でございます。なるほど、はい、いや、その30年前の記憶でも、うん、今でもこうその感激みたいなのは胸に残っているぐらい衝撃だったんですね、はい、うん、もうシオン言うの美人さんによ私もワウワウで宝塚初めて見て、はい、で、マヤミキさんだったんですよね、その時は。あ、かっこいい、惚れますよ、女が惚れる女ってこれかって思いましたね。わかります。うん、天海祐は見てないんですよ、はい、リアルタイムで、はい、マヤミキさんはギリギリ見たことありますね、うん、ね、はい、そうなんですよ。諦めないでの人っていうね、イメージがちょっとあると思うんですけどあとはあのいやらしい、そう、あの、ね、うん、監督というか、うん、踊る大捜査線2の時の ね、うん、ね、出てきましたけど ね、はいはい、宝塚の頃本当かっこよかったね、っていうか塚のトップの人って本当かっこいいな、かっこいいですよね、うん、涼雅さん、涼雅春日さんなんて、はい、めちゃくちゃ今ね、綺麗ですし、かっこいいしっていうところもあるし、はい、天海祐希もそうです、大地真央さんも、うん、あの当時のもんが今多分テレビで流れることほぼないんですが、昔ね、大地真央さんの宝塚時代の映像がちょろっと流れたりしましたけど、キレ、はい、かっこいいっていうのはこのことだよなっていう、うん、ありますけどね。天海祐希さんの野田秀樹さんのパンドラの鍵っていう作品ね、はいはい、出演されてて、もう2000年ぐらいの話ですけど、だいぶ前です、はい、20年前、そう、20年前か、はい、そうで、あのパンドラの鐘の姫女役をねされてたんですけど、うんうん、私ね、20年かの時に、うん、徳島演劇ネットワークでやったパンドラの鐘の姫女をやらせてもらって、うん、そうなんですねそうなんですよ、実は天海祐希さんと同じ役やった、大竹しのぶさんと同じ役っていう意味でもあるんですけど、ね、あ、はい、そうかそうか、蜷川幸雄さんの演出のバージョンは大竹しのぶさんが姫女だったので、うわー、もう音体と一緒にそんな人いっぱいいるんですけどね恐れ多い、ごめんなさい、しかも並べて上演したら面白いですいや、無理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 なんてこと言うんですか、無理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 まあまあ、こんなね、うん、こんな感じの自分の経験した演劇団
とかから、まあ、今の徳島の演劇事情とかね、はいはいはい、今のところはまあ演劇事情の方が多いかなっていう感じなんですけども、うん、この稽古場ができたいきさつみたいなのもね、うんうん、あの写真を交えながら投稿しておりますので、うん、今ねそれなりに綺麗な感じで後ろにスクリーンなんかもあプチ映画館みたいになっておりますけども、もともとどんなところだったのかっていうのがこのブログの方で、ね、ご覧いただくことができます。実はお見せできないレベルかもしれないっていう、そうですね、マジかよっていうぐらいビフォーアフター見たら驚愕でございます。そうなんです。ここからはね、現状とかもね、うんうん、まあ、ちょっと書いていこうかなと思っております。うん、劇団員がコロナ禍になってちょっとね減っちゃったりとかしたけれども、うん、でもここって結構実はね、この前、うん、もう去年ですけども清水博さんが来て、はい、あ、そうです、スタンダップコメディも、うん、去年一昨年、あれは去年ですね、去年ね、スタンダップコメディされまして、はい、私なんかどうしてもね、清水、あ、ま、ごめんなさい、広瀬さんの、清水博さんのトークの間とか、はい、テンポとかっていうものを勉強する気で聞いとったから、はい、もう一言一句腕組みして聞いててで、この自分以外の十数名の方々は笑いに来てるわけですよ。あ、そうでしょうね。自分は神経やからね、笑いもせずもう腕組みしてグーって神経聞いてたら、ずっと腕組みしてる人みたいな指差しされて、はい、そこからガチで著作権の話しましたけどっていう、こう実はここ意外とすごいところでございまして、はい、あの懐かしい思い出でございますけどね、はい、でも演劇っていうものってこのもちろん本、はい、脚本があって脚本に沿ってやるんだけども、はい、リアルタイムで見てもらうがゆえのアクシデントゆえのアドリブも面白かったりすると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、ない方がいいんですけど、アドリブはない方がいいんだけど、まあ、でも清水博さんはね、スタンダップコメディの方なので、うん、その場のお客さんのこのセッションみたいなのをすごく大事にされている方でもあったりしますので、うん、まあ、そういう意味ではすごくアドリブ感が強い、うん、見に来てその回にしかないっていうものばかりですからね、はいはい、うん、あとあの去年ですか、はい、あの高松のね、はい、この劇団さんの記念公演でね、この3人娘に出られて、エンタクの騎士に出ました、はい、で、はい、ちょっとアクションっぽいシーンもあったりしたんですけど、はい、あのねこれやった人間でないと分からん部分だと思うんですけど、アクションしながら喋るって相当難しいんでそうですね、まあ、最初は本当アクションっていうか歩きながら喋るだけでも難しかったりしますからね、うんうん、普段何気なくできているっていうことが、さあ演技してくださいどうぞって言われた時に途端にできなくなるっていうのはもうみんな通る道です。あれはなんだろう、いや歩きながら喋るだけでしょ、うん、簡単じゃんって思う人も結構いらっしゃると思うんですけど、うん、これあのね、演技というものが加わった瞬間にどれだけハードルが上がるかっていう、あのレポーターさんが歩きながら喋るっていう、うんうん、あれ今スッキリに出てる阿部裕二さんが始められたのかな、はい、確か、だったと思うんですけども、うんうん、あの歩きながらレポートも大変なんですけど、うん、歩きながら演技も相当大変で、大変ですね、うん、これね、私ラジオで歩きながらレポートの経験があるんですけど、目に入ってきてる情報をどう伝えるかで情報量が多すぎてパニックるんです、はい、伝えるという点 で、 そ、 うです、ね、そこに演技が加わるってなった瞬間に、うん、覚えてるセリフが飛ぶっていうのはこういうことなんだろうなっていう経験があってから役者さんすげーになってます。だからこそ稽古を重ねるわけですけどね。そっか、うん、そうなんですよ。そらそうだみんなね3回ぐらいでやってるわけじゃないんですよね。そらそうですね、うん、はい、稽古ってすごいですよ。だからどれぐらいするんですか、こう例えば劇団まんまるの、ね、うん、例えば、分かりやすく言います、うん、劇団まんまるがもしも1月1日から公演しますってなったら誰が見に来るんだろう、うん、はい、としたら、はい、どれぐらいから稽古ってするものなんですか、まあ、例えば、ね、準備はどれぐらいから始めるものなんですか。最低でも3ヶ月ぐらいですかね。でももうちょっと早ければ早い方が、広報とかの期間がありますから ね、うん、たちまち、まあ広報っていうと、うん、新聞とか雑誌とか、うん、まあ、テレビラジオいろいろありますけれども、やっぱりね、こう雑誌さんに載せてもらうのが、うん、まあ、一番締め切りが早くなりますので、はいはいはい、うん、このあたりを考えると、ね、まあ、3ヶ月前からスタートしたんだったら、まあ、まずすぐに広報しなければいけないっていう段階になります、まあ、そうですね、もうちょっと前からできるのが一番いいですね、うんうん、
で、あの読み稽古の期間っていうのがあって、うんうん、でその後の立ち稽古っていう感じに進んでいくんですけども、まあ、学生時代はむちゃくちゃ時間がありまして、読み稽古だけで1ヶ月以上とかいうのは普通にやってましたね。でようやく立ち稽古みたいに満を持して、でも社会人劇団ちょっと時間がないので、うん、読み稽古の期間少し短めに、もう覚えてるよね、当たり前だよねっていう感じで、もうすぐじゃあ立ち稽古だよ。そこに至るまでにそれぞれが自分のプライベート時間を削ってセリフを覚えてくると、そうです、ここに来てやることではちょっとなくなりつつあったりはしますよね。じゃあここに来た時点でもう立ち稽古できるぐらい読み込んでおきなさいよと。そうですね。でも読み稽古の部分はね、あのドライブマイカーを見ていただくと非常によくわかると思うんで、大事なんですよ本当はね。大阪にしては本当に行けないところなんですけどもね、だからやっぱり3ヶ月前では遅いぐらいで、やっぱり4ヶ月5ヶ月前には準備を始めて、でもこの30分とかね、の公演にをするために、はい、5ヶ月前から準備しないといけないっていうの。そうですね、30分の演目だともうちょっと短くてもなんとかなります。まあ、たちまちね、四国劇王っていう演劇のコンテストといいますか、でもこれは、まあ、劇作家のコンテストではあるんですけども、これは15分の短い作品になるわけなんですけど、これ作るときは結構タイトだったりはしますけどもね、でもね、最短で多分1ヶ月かからずに作ってると思います。これはひねり出す苦労は大変なもんだと思うんですよね。そうですね、でも技量のある役者さんを使ってやるしかないですね、そういう時はね、一から難しいので。丸山さんが能力ある方ですね。今ね、うちの劇団、劇団まんまるも一番若い子が20歳の子なんですよね。あの坊やさんですか？そうです、シネマギークにも出てもらいましたね。あの子を一生懸命特訓している最中でして、昨日もたちまちこの稽古場でね、ロミオとジュリエットを呼んで。ロミジュリですか？そうなんですよ。あら、まあ王道だ。ですよ、うん、はい、もう言葉が難しくて難しくて、いやロミジュリもね、はい、演者によって受ける印象が全く違うんです。いや違うでしょう、ね、同じ王、ね、王ロミオでも、うん、A の役者と B の役者ではなんか伝わってき方が全然違うっていう。全然違います本当。あれは面白いですよ、見比べてみれば。そうなんですよ、古典作品のうちの一つではありますけれども、だからこそこう演出も幅広かったりとか ね、現代チックにしてたりとかもしますし、そういうのもねあるから、もうたくさん出ているロミジュリテキストを見ると、口に出すと何だろう、楽しい。うん、言葉尻的にはね、日常的に使わないセリフのオンパレードなんで、絶対使わない。ちょっと違和感っていうか、強みしているとなんちゃこりゃになるんですけど、そうですね、強みするとなんちゃこりゃが演者が入ることによってものすごく作品になるっていう、そうですね、面白さっていうのはね、演劇の脚本って読むとね結構面白い。とがきの部分が面白くって、なんかここでこうするとか全部書かれとったりする。書かれてますね、そこを表現するのが手を上げる角度が人によって違ったりとかする。それもそうですよ ね、そういう部分も含めて面白いと思うんです。こういう面白さを今ブログで書いてらっしゃる。そうですね、はい、次その裸足の子のことを書こうかなと思っているところです。なるほどね、はい、はい、ジョンウィックの銃の持ち方のマネをしようって。そう、結構もうちょっと動画頑張ってアップしてくれると紹介した回がないぞと思う。そうですね、頑張ってほしいですね。っていうところがありますね。はい、ね、でもいずれにしてもURL を、まあ、画面の方に改めて今ボンと出てて、はい、サイトのキャプチャーも今ボンと出てるんですけど、はい、ぜひねアクセスしていただいて、よかったらコメントもいただきつつ、ちなみにタイトルは、はい、カーテンコールアネックスです。まあ、カーテンコール自体がね、演劇用語でもあり、映画用語でもあるというところがあるんですけども、なるほど、清水さんの別のカーテンコールということで、よかったらぜひね、定期的にアクセスをしていただいて、2週間に1遍、更新されてるということなんでね、どんなネタが出てくるかは演劇をベースにしつつ、ちょっと振り幅ももういろいろです、本当に。あ、そうなんですね。面白かった出来事から、私が今思っていることだったり、はいはいはい、この稽古場で発生した最近のことだったり、公演情報なんかも載せるかもしれませんね。まあまたいつの日かシネマギークはネタになる人も来るかもしれません。あ、かもしれません。はい、それはもう、はい、ということで、よかったら概要の方にも改めてね、URL も含めてね、掲載しておりますので、ぜひアクセスをしていただいて、演劇に少しでも興味を持っていただけたらと思いますのでね、はい、演劇ね、
食わず嫌いせずにぜひねどういう形であれ見ていただいて、その見るきっかけの一つになってほしいし、よかったら、近い将来あるであろう劇団まんまるの公演もね、はい、ご覧いただきたいと思います。ということでシネマギックアネックスお送りしました。よかったらチャンネル登録もお願いします。